迷い子。私は今でも夜中、うなされて目が覚めることがあります。それは少年の頃のトラウマによるもので、あれから20年ほど経ったというのに、まだ完全に忘れることができないでいます。記憶は薄れてきて、あれは夢か、または子供特有の妄想ではないかと疑っているのですが、忘れるなと忠告されているかのように、たまに悪夢によって明確に再現されてしまうのです。私が生まれ育ったのは東北の田舎で、山に囲まれた小さな村でした。背が低くて引っ込み思案の私にとって、友達は同級生の加藤くんだけでした。小学生の時は彼といつも一緒に遊んでいました。加藤くんは母子家庭で、お母さんは病気がちで医者に通っていました。父親のことは全く聞いたことがありません。では、生活費はどうしていたのかというと、村の老人たちがお金を出し合って面倒を見ていたのです。しかし、それは親切心からではなく、古くから村に伝わる迷い子という風習のためでした。数十年に一度、この世ではないところから一人の子供が村に迷い込んでくる。それを村で面倒を見て大切に育てなければならない。そのような言い伝えがあったのです。もちろん、それは迷信だとして、村の住人の大半は信じることはなかったのですが、老人たちは頑固に確信していて、親子の面倒を見ていました。加藤くんが迷い子であると、どうやって判別したのだろうか。子供ながらに私は疑問に思いましたが、老人たちは詳しいことを説明してくれませんでした。小学3年の夏休み。お昼ご飯を食べた後、私は加藤くんと一緒にカブトムシを取りに神社へ向かいました。真夏の強い日差し。草の香りが充満した道を通って昆虫採集に向かう二人。セミが激しく鳴いていました。彼は私よりも背が高くて、というより私の身長が低かったのですが、涼しげな目が印象的な少年です。彼もおとなしい性格だったので、私と気が合って、いつも遊んでいました。いつもだったら、カブトムシやカミキリムシが取れるのですが、その日に限って、収穫はありません。それで、神社の奥に行くことにしました。鳥居から入ると広場があって、中央に土俵があります。そこは神様に相撲の試合を奉納するためのもので、秋になると相撲大会が開かれます。大きな神社だったので、石でできた長い階段を登ると、
大きな社がありました。その横を通り過ぎて森の奥へ進むと、山の頂上付近にあるのに水が枯れることのない広い池が見えてきます。村ではそれをお池様と呼んでいました。高い木に囲まれ、昼でも薄暗い池、ひんやりとした風が通り過ぎます。池の周りには道があり、私たちはカブトムシを求めてその道を通って奥へと入っていきます。やがて金網で作られたバリケードが見えてきました。獣道のような細い道が金網で閉ざされています。その前に立って金網越しに見てみると、どうやら虫がいるようです。ちょっと中に入ってみよう。金網には子供が入ることのできるくらい穴が開いていたので、私は虫かごを地面に置いて身をかがめて中に入ろうとしました。ダメだよ。加藤君は私の襟首を掴んで強く後ろに引っ張りました。尻餅をついて見上げると、彼は険しい表情です。そんな顔は今まで見たことがありません。親しい加藤君が何か別のものという感じでした。そこは神隠しの道だ。入っちゃダメだよ。確かにそのような古い言い伝えがあり、誰も入るようなことはしませんが、それを信じているのは村の老人たちだけです。わかったよ、加藤君。今日は帰ろうか。立ち上がって虫かごを肩にかけた時には、もう加藤君の威圧感は消えて、普段のにこやかな顔に戻っていました。神社を出て彼と別れた後、しばらく歩いていましたが、夕方にはまだ時間があります。私は、あの細い道が気になってきました。あの先には何があるのだろうか。子供の無鉄砲な好奇心が私の足を止めさせ、そして神社へと向かわせました。金網の前、耳鳴りのようなセミの声が森にこだましていて、まるで私に忠告を与えているかのようです。肩にかけた虫かごと網を大きな木の根元に置いて、私は身をかがめて金網に開いた穴をくぐりました。木漏れ日に照らされていた細い道を通って奥に進んでいきます。人が歩いていない草だらけの道に、点々と落ちている日差しが異様でした。大木にはクワガタなどが張り付いていたのですが、気にすることがありませんでした。
そんなことよりも先に何があるのだろうと気になっていたのです。しばらく歩くと周りが薄暗くなってきました。森林の奥だからという暗さではなく、まるで急激に日が沈んでしまったような感じです。あれほどうるさかったセミの鳴き声も消えて、しんと静まり返っています。湿気を持った空気がひんやりと頬を撫でます。すると異様な鳴き声が聞こえました。カラスのようなキジのような、今まで聞いたことがない不安をかきたてるような声でした。辺りは暗くなり、空を見上げましたが、星も見えません。帰ろうとして後ろを向きましたが、暗さのせいで通ってきた道がわかりません。その時、草をかき分けるような音が私に鳥肌を立たせました。頭の中には四つ足の獣の姿が浮かびます。その獣は私の様子を伺っているように思えました。背後で雑草が揺れる音がしたので振り返ると、大型犬のような影が見え、すぐに消えました。一瞬、私の目に残ったのは、人の顔でした。錯覚だったのかもしれませんが、顔は人で、体は犬でした。怖くて涙を流したのは初めてでした。体が大きく震えて禁断の場所に入ってしまったことを強く後悔しました。草を踏む音が近づいてきましたが、座り込んで体が動きません。もうダメだ、殺される、と思った時、大丈夫かい？加藤くんの声でした。私は泣きじゃくるだけで返事ができない。暗くて顔はよく見えませんでしたが、声や雰囲気は間違いなく加藤くんです。すぐにここから出なければ。獣の気配は消えています。加藤くんは私の肩を握って言いました。いいかい？僕が手を握って出口に向かうから、君はその間目をつむって声を出してはいけない。絶対に見てはダメだし、話してもダメだよ。意味がわかりませんでしたが、彼に従うしか方法はありません。加藤くんが私の右手を握って歩き出したので、転ばないように必死についていきました。何も見えないと恐怖心が募ります。あたりからは怪鳥のような鳴き声や、人の話し声のような音が聞こえていました。でも、しっかりと目を閉じて、彼に誘導されるまま行きます。目を開けたらどうなるのだろう。声を出したらどうなってしまうのか。手を握っているのは、
本当に加藤くんなのだろうか。そんな疑問が頭の中を駆け回っていましたが、冷や汗を流しながら無言で歩きます。どのくらい時間が経ったかわかりません。加藤くんが立ち止まったので私も足を止めました。着いた。もう目開けていいよ。目の前には例の金網がありました。家への帰り道はほとんど無言で歩きます。加藤くんが、もうあそこへ入ってはダメだよと言ったので強くうなずきました。その後、必要以外は神社へ近づかないようにしていました。彼と話題にすることもありませんし、家族にも話さずにいました。あれから20年。現在の私は東京へ出て運送会社で働いています。中学に入ってから加藤くんとは疎遠になりました。心の底で彼のことを怖がっていたのかもしれません。私も彼も別の友人ができたので、一緒に遊ぶこともなく高校に進学し、私は就職しました。あの時のことは幻だったのか。悪夢を見ることさえなければ、すっかり忘れていたでしょう。私はなんとなく、日々の暮らしに現実感がありません。もしかしたら、今の生活が幻で、実際の私は今でもあの森の奥で迷っているのではないかと疑うことがあります。加藤くんは人間だったのか。それとも本当に迷い子というものだったのか。噂によると、彼は新潟に住んでいて、数年前に結婚し、子供もいるということです。